どうも、イーハースの小林です。本日の動画は、弊社のですね、物件とか、あと駐車場とかに貼ってある、看板についての、振り返り動画のようなものにしていきたいと思っています。早速なんですが、矢口の渡しに住んでいる方は、たまに、見かけると思うんですが、弊社の、管理看板ですね。こちらで、貼ってあるんですけども、これは一番最初はこれだったんですね。で、徐々にちょっと変えてったりして、で、また今の最初のものに戻ってるような形になります。で、これの次にどうなったかと言いますと、こちらですね。で、こちらは、YouTube の方の、アカウントのロゴにもなっている通り、弊社代表の知り合いの方に、ロゴの方を作ってもらった時に、作成したものになります。で、こちらは、弊社がやっぱ赤と白という、ロゴだったので、もう単純に赤と白で作ってみたんですが、なんとなくちょっと物悲しく、なってしまったので、変更を加えました。で、変更が加えたものがこちらになります。少しですね、木目調の背景を入れてみまして、ちょっと温かみを出してみたんですが、ですね、だんだんやっぱりずっと一番最初のデザインで貼っておりましたので、こちらの方が皆さんに目についていただけるかなと思い、今のように元の形に戻しました。今日はですね、看板についての動画になったんですが、まあ、以上となります また次の動画でお会いできることを楽しみにしておりますので、よろしくお願いいたします。失礼いたします。